はい、どうもこんにちは。初めてミスターマリック見たとき、こいつ外国人かなって思った人6割。え、あれ外人じゃない？あーマリック、どうもこんにちは。やる気元気大気でん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 ジャスです。はい、ということで今日の企画はトイザラスで買ってきました、地元のこちら。フィリピン、フィリピン、いや、日本のトイザラス。なんでトイザラス行ってんの？アストディングマジックヒュー。こちらプロマジシャンになるセットです。これね、ただ単に俺らがやるだけじゃない。なんだ、一人一つずつ、え、ちょっと内容を見ないでマジックを、あ、内容見ないでそう覚えて説明書読まん。で、うまくやればいいの？そう、簡単簡単。俺らがいつものやつ言ってない、うん、ホストなら、ホストなら説明書見ないでマジックセットできるんじゃないか、説明ないでということで、説明書読まないで一人一つ、これね結構セット入ってるから。お前の服がも手品っぽいよね、ダサいし。どこがやねん、継ぎはぎのこれ。はい、ということでちょっとやっていこうか。それでは開けていこう。継ぎはぎだな。やる久々、うん、ちょっとパカッ、せーのってつないから、せーので、これで1個開ける。ええ、もうちょいトントンした方がいいって。パカッ、もうちょい、あ、じゃあここ、せーの、パカッ。いや、そう、あ、行っちゃった、行っちゃった、やっとかな、ちゃんと、せーの、パカッ。あ、で、違う、下手くそ、下手だ。せーの次ね、せーの、これちゃんとパッと言ったってこと、せーのみたいな、オッケー、終わった。はい、開きました。慣れてないね、YouTuberなの。これね、ちょっと説明書だけ隠すから。これ説明書。これ説明書は、もう燃やします。もう燃やします。いやいや、放置機になる、放置機になる。で、テープ打つ。あ、こっち打った方がいいんじゃないの？確かに。いっぱい入ってるから、これをちょっと一人一つ選んでもらって、この説明書も見ない。こんなんいらん。マジや、これ見ないで。おい！入ってた。ゆうじろがタバコ吸うよ。はまきそれ。ということで、どれがどれか分かんないじゃん。いや、分かんないじゃん。ホストなら分かるじゃん、俺ら。うん、ホストならね、こんな余裕なんで。俺はじゃあこの一番派手なのやるわ。俺これやるわ。見ないで分かる。これやるわ。いや、俺ただの、俺これがいい。俺これがいい。それはマジックしてね。簡単だよ。マジックすればいいから。あ、マジック、じゃあもう ATE 取ったやったら勝ちだ。ペラペラの見せろ、ちゃんと。これ多分俺の部品でしょ。じゃあお前これね、キーね。そう、俺はキーや。キーじゃない。俺ジャスティン選んでこれ、ジャスティン、ジャスティン、このこれ、ボール。いや、もうこんな見せたら分からんやん、こんな。制限時間は5分です。ホストならね。じゃあ俺見とくわ。5ですよね。5、ハートの5、ハートの5、そうですね。これをこう、持ってないですよね、何も。まあ持ってない。押しますと隠す。ちょっと待ってくださいね、間違えたんだ。こうですね、隠す。そうすると、え、すごい、いや、このジョーカーちょっとジャスティンに似てない？今、あ、僕も。じゃあ次俺、次俺やりたい。次僕の手品は、このトランプ。僕の手品はこちら、じゃーん。題して拳ぐるぐるマジックです。おお、なんと俺、おなんと僕、うんうん、ここの拳のここの関節よく使うな、拳。360度曲がります。マジか。なんでかっていうと、やってみ、今やってみ、僕21歳だったんですよ、うん、この間も。やってこれをやりすぎて、なんとここが360度回るようになる。わー、いるよね、そういう人。それをちょっとおら見せます。見たい。これこうやってやると、これね、こっち穴開いてるんですよ。で、これを、おー、痛い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 でしょ。痛い痛い痛い。これ、丁寧にテーパーしたんで。あ、しかも棒がついてるから。棒がついてるから。あ、じゃあそれは無理だ。回せないよ、手は。それは無理だ。で、入れてみるよ。うん、入れてか、一回入れたい。ダメ。こうやって入れたらさ、ほら、あ、入ってる。ここ持つから、俺は。持ってる、持ってる。思ったら、え、それでも回んの？持ったまま回すから。え、マジ？だから、もう、これ持っちゃったら、これ、もう俺だと思う。360度するしかないだと思う。行くよ、うん、見てて。え、マジ？行くよ。あ、回ってる。あー、痛い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 痛
してないの、上げた時。いくよ、ほら、おお、すごいじゃん。おお、無理だよね、普通のイメージ。多分無理と思うけどね。笑い、なんか、なんでスースースまあ、だから、スースース練習したいの、俺ここね。おめでとう、まっすぐ。ちょっとむずいね。スンポできたわ。はい、ジャス行きましょう。ジャス行きましょう。ジャス行こう。ジャス行きましょう。ジャス、なんかある？見せれるやつ。一応あるよ。お、まあこの。なんで？箱と紐もあるんだけど、うん、まあこれ中にコインが入ってるよね。見して見して見して。わかる？コイン。でコインの間に、板が入ってるの。入ってるよね。確かに入ってる。で、コインに紐を吊るされて、この、うん、この板を貫通させます。ちゃんと見せて。紐を通した。え、それプラスチックなの？いや、ごめん、どういうメガネだ。あ、でも本当にちゃんと通ってる。本当にちゃんと通ってる。ちゃんとある。その仕掛けもちゃんとなんもない、うん。で、これを、まあ、暗示をかけないといけないから。お、一応ね。あ、あれやね。あ、みたいな。ちょっと一応、まあ、一応暗示かけるときは一応って言わないでくんない？フィリピン語でね、フィリピン語で、フィリピン語で、宝箱ね、ダブ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 。おお、マジか、すごい。え、今入った魔法。いや、まだ入ってる。あ、まだ入ってる。あ、今入ってる。今から今からね。今からね。いや、もう日本語で。おお、ベラベラベル、ベム、ベラ、ベロ、ベラ、ベラ、おお、1位ベラ、ベム、大体に。ベラ、おお、うわ、通った今。通しました。マジ？またまた。絶対そうね。うまいうまいうまい。じゃあ演技が上げてみてください。3、2、1。ん？え？え？消えた。コインが。分かったもんね。消えたの。コインが消えた。あるよコイン。消えてない。ちょっと緩くして。あるよ俺コイン。あるよ、ちゃんとあるよコインが。でも板を。え？お、貫通してる。板を。すごい、なんで？いや、俺は分かったな。え、分かんない、ちょっと見て。完璧な仕組みは分かんないわ。え、なんで貫通したリアルに。いや、してないよ、貫通してるやん。してないんだ。下にあったよ、板の、板の下にあったよ。そうそう。いや、板が下にあった。おい、え、どういうこと？これね、何を振っても、絶対に1を出せる。ちょ、一回これ振ってみ。俺が？俺絶対1出せる。俺が振ると？そう、したら1だから、絶対。行きます、絶対1。このサイコロさ、種も仕掛けもない。ないの、普通のね。普通の、絶対に1。これ絶対に1出せる。1が出るらしいから。俺が魔法かけたら絶対1。はっ、はい、もう1で絶対出ると。絶対行くよ。ほら、1出た。スローだってすごいだって、スタンディングオベーションするほどでもないし。